すごい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 よすごいよ、今日の動画はすごいよ。なんとあゆ太郎の大学生時代の試合が発見されました。あゆ太郎チャンネル、どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。久々のシャムシ。はい、今日の動画はですね、なんとあゆ太郎の大学生時代のね動画が見つかったということで、皆さんに見ていただこうかなと思います。僕もさっきちょっと見てたんですけど、打ち方が全然違うまず打ち方違うでしょ。なんかちょっと足細いでしょ、筋肉がないのかな。でも大学時代トレーニングはしてたつもりなんですけど、あ、ちなみに大学2年生の時かな、あ、3年生かな、どっちか忘れちゃった。大学2年か3年生の時の東日本の何回戦だ、5回戦目かな、ベスト16決めの試合がね、ちょっと今回見つかったということで、見ていこうかなと思います。ちょっと注目してほしい点は、このフォームの、今とのフォームの違い、そして、足が細い。てか、全部細い。ということでね、皆さん、見てください。全部丸々試合流すと長いので、ダイジェストでお送りいたします。です。この1試合すごい気になるなと思った方は、概要欄に、もきちさんの YouTube の URL を貼っておきますので、そちらの方へ飛んでいただければ丸々1試合見れますので、ではどうぞ。あゆ太郎チャンネル。あゆ太郎チャンネル。いや、全然打ち方違うでしょびっくりするぐらい違った。僕もなんか久々にその自分の昔の試合、もう何年前だって、大学2、3年生の子って、もう意外と前よ。
そこそこ、あゆ太郎もいい年になったな。いや、久々に見たけどね、打ち方全然違うなと思って、あとグリップの持ち方よ。今、みんなと一緒に見てたんだけど、グリップの持ち方よ。すんごい短いの、グリップが。ちょっとね、そこももう一回戻って見ていただけたら面白いかもしれないですね。ってことでね、今度は、まだまだいっぱい秘蔵映像を僕持ってるので、実はね、高校の時の試合とか、小学生の頃の試合とかのね、映像を持ってます。どっかのタイミングでね、見せれたらなと思います。ってことで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなって思う方もグッドボタンお願いします。ってことで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。あ、セカンドチャンネルも登録、よろしくね。よろしくね。